ラニー・ポッフォは、カナダ・アルバータ州カルガリー生まれ、アメリカ合衆国入りのュー・ダウナーズグローブ出身の、イタリア系アメリカ人、プロレスラー。マッチョマイ・ランディ・サベージの実定であり、ザジニアスを名乗りヒールのマネージャーとしても活動した。プロレスラーである父親アンジェロ・ポッフォのトレーニングを受け、1973年に、n w a 県でデビュー。デトロイト、アラバマ、テネシーを転戦し、 1975年1月に、アンジェロとの親子タッグで、ボボブラジルフレッド・カリーから、デトロイト版の NWA 世界タッグ王座を奪取。1978年1月14日には、テネシーの NWA ミッドアメリカ地区にて、ペッツワトレーと組ジプシー・ジョーリロイロ・チェスターを破り、ミッドアメリカタッグ王座を獲得している。その後、 アンジェロが旗揚げしたケンタッキー州歴ントンのインディー団体アイカップリングウィズに参画。1978年5月にアイカップリングウィズ世界ヘビー級王座の初代チャンピオンに認定され、以降1982年にかけて兄のランディ・サベージを相手に世界王座をめぐる高想劇を繰り広げた。アイカップリングウィズ崩壊後の1984年からは、 ブルスのテネシーに戻り、ジェリー・ジャレットとジェリー・ローラーが主催するメンフィスのクアに参戦。父、アンジェロをマネージャーに、兄・ランディとのコンビでヒールとして活動し、リッキー・モートンとロバート・ギブソンのロックンロール・エクスプレスとも構想を展開した。なお、クアでは、西洋騎士のプレートアーマーをコスチュームに使用していた。1985年、 ランディ・サベージの後に続いて WWF に移籍。WWF では、両者が兄弟であることは公表されず、ディーピング・ラニー・ポッフォの、リングネームで、ベビーフェイスとして活動する。リング上で、自作のポエムを朗読するというギミックで売り出された、ものの、ミッドカードで負け役を務めるジョバーのポジションを脱せず、WWF のトップスターとなって活躍していた、兄とは、 対照的に、地味な役割を担い続けた。1989年4月、ザジニアスを名乗って、ヒールターンし、ミスターパーフェクトのプレイングマネージャーを担当。アカデミック、キャップとガウンをコスチュームとした嫌みな頭脳派ヒールとなり、トレードマークだった死の朗読も、ベビーフェイス勢をこき下ろして、観客の怒りを煽るというスタイルに変更。 同年10月31日収録のサタデーナイトメインイベントでは WWF 世界ヘビー級王者ハルク・ホーガンとシングルマッチで対戦しミスター・パーフェクトの援護でカウントアウト価値を収めるなど WWF 参戦4年目にしてようやくスポットライトを浴びることに成功した11月25日にはカリフォルニア州サンバーナーディーノでのハウスショーにて アルティメット・ウォリアーが保持していたインターコンチネンタルヘビー級王座に挑戦。翌1990年1月21日開催のロイヤル・ランブルでは、ホーガンの弟分ブルータス・ビーフ・ケーキとのシングル戦が組まれ、レスラーとしては最初で最後の PPV 出場も果たしている。1991年からは、ボート・ブレイクのビバリー・ブラザーズのマネージャーとなり、 タッグマッチ戦線に進出。ザ・ロッカーズ、ナスティ・ボーイズ、スタイナー・ブラザーズなどのチームとの交渉を指揮したが、WWF 世界タッグ王座をダッシュさせるには、至らなかった。1992年のサバイバーシリーズを最後に WWF を離脱。インディ団体を転戦後、1995年に WCW と契約したが、1999年の 契約満了まで、ショーにはほとんど出場することがなかった。髪をブロンドに染めて、ゴージャスジョージに変身し、ランディ・サベージのマネージャーになるという案もあったが頓挫。ジョージ役は、最終的に、当時のサベージのガールフレンドだったステファニー・ベラーズが演じている。セミリタイア後もインディー団体へのスポット出場を続け、2007年8月23日に、 カナダのオンタリオ州オタワで行われた、リユニオンイベントスーパー X ショーダウンでは、カマラと対戦。2010年4月10日には、ペンシルベニア州の IWC にて、ココビーウェアとのレジェンド対決が行われた。WWF 時代のギミックの通り、彼は、実際に、試作の才能を有しており、権限をテーマにした子供向けの刺繍リメリックス。 フロムザハートを2004年に発表している。2015年3月28日、ランディ・サベージの WWE 殿堂入りにおいて、2011年に死去したサベージに代わって式典に出席。かつてのギミックそのままに、兄の功績や思い出をポエムにして読み上げた。ありがとうございます。